まあ、オオクワガタっていうのはですね、黒いダイヤって言われてるんですよね。まあ、その国産の大きいオスメスのペアだと、まあ、10万円ぐらいするって言われてて、まあ、もちろんね、外国産のクワガタもいいんですけど、やっぱ日本産のは、まあ、大きさ、まあ、形、色、まあ、どれをとってもやっぱ魅力的ですよね。まあ、まあ、山奥かな、まあ、場所はね、まあ、もちろん言えないんだけれども、まあ、強いて言うんだったら、まあ、昼間はこうカラッカラッと晴れてて、でまあ、その後はまあ午後ぐらいからジメジメして、まあ、風もなく、まあ、月もない、まあ、そういう夕方にね、まあ、撮る、まあ、そういう時に、まあ、私は、捕獲にまあ乗り出す。まあそうだね、こう言うとちょっとまあまあ恥ずかしいかもしれないけど、まあまあ一言で言うとロマン、ロマン以外何物もないなっていう、まあ、これからもそのロマンをまあ、追い求めていきたいなって思ってます。はい、ということで始まりました、佐藤まさみの目指せパティスロー、いい女のお時間でございます。ちょっとですね、いつもと違う冒頭でご覧いただいた通りですね、毎回この番組はテーマに合わせて衣装を着てるんですけど、今回のテーマはですね、大クワガタ鳥名人なんだそれと。これがですね、そのカメラマンさんからこういうのどうって言われて、あのグループラインでね、いい女のグループラインで衣装どうするかみたいな話があるんですよ。でそれをね、出た時にスクショしてインスタのストーリーに上げたんですね。なんかこんなこと言ってるって上げたら、めちゃくちゃ皆さんから DM いただいて、それが見たいそれが見たいってことで今日着てきたんですけど、わかりますかね、これで、これでいけます、ギリギリいけるか。一応ですね、あの山に入るので怪我が危ないよってことで、長袖、長ズボン、スニーカーで、まあ、日差しが強いよ、帽子、そしてですね、本当の名人はこれでは取らないんじゃないかと思うんですけども一応分かりやすく、そしてですね、そのダイソーに行ってね、その虫取りカゴを見てきたんですけど、あの分かりやすい緑色があったんですよ。でもちょっとなんかちょっとダサいなって思っちゃって、分かりづらいこれにしてきました。ということで本日はクワガタ鳥、大クワガタ鳥名人ということで、黒いダイヤはですね、勝ちですよ、勝ちを取るべく私は頑張ろうと思いますので、ぜひ皆さんも最後までご視聴いただけましてですね、いいね、コメント、とうとうよろしくお願い大丈夫かなということで行ってきます、頑張ります、大クワガタ。ということで、ここがですね、大クワガタがいると言われている場所です、アクエリオンオールスターズ、初めて来る場所、つまりですね、あの初打ちなので、一応ちょこちょこ、まあ、確認しながら打っていこうと思うんですけども、まあ、言うても名人なんで、ほらね、名人なんで、まあ大丈夫でしょう。これはチャンス目ですね、はい。ですね、この台、なぜこの台にしたかっていうと 6.5 号機打ちたかったっていうのがあって、まあ、イネシア打ったので、まあ、カバネリかアクエリオンかで悩んだんですけど、まあ、今日はちょっとアクエリオンでプラスですね、前日一番出てない台を選びました。上げてくれてるんじゃないかっていう期待のもと、まあ、大クワガタを何に定義するかなんですけど、乾燥ですかね、乾燥したら完全に大クワガタ取ったっていうことでいい気がする。おーっと、チャンス目、チャンス、ラブチャージで、はい、今日初めてのラブチャージ、はい、5、おい20、おいおい105、119年、1190年前か、待って、一番年前ですもんね、ネオイーブ、あ、あれ
チャンスゾーン前兆ステージ、オッケー。ちょっとなんか弱そうな気。こっちの前。え、強そうだよ。あー、音怖い。せーの。まあ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 。まあ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 、最初なんで。そう簡単に大クワガタ見つかる。ああ、なんか遅かったな。初めて今日。あ、夜チャンスゾーン前兆の高いやつですね。おい、私もつないでみせる。私もなんとか大クワガタを、はい、コウキって書いてクワガタってみますから。おい、チャンス面、いいよ、良さそうよ。よっしゃ。で、カグラ3だけども、これはもろ手おりますでしょう。よし、ということでここから今が投資が7000円ですね、7プッシュ。ここから何をするかを、やっぱね、新しいところに来たら道をね、地図確認しながら行かないと迷子になっちゃうんで、やばっていうのは大事ですよ、皆さん。あー、期待で低い方だけれども、まあいけると信じて。で、レア役もう一個のだと全役で抽選してくれてるみたいなんですけど、レア役引かなきゃいけない。いや、レア役、おい、あ、レア役だよ。え、クワガタじゃん。あ、クワガタじゃん。うわー、せーの。気持ちいい。いやー、素晴らしい。投資が7000円でいけましたわ。アクエリオナッシュ、よしよしよし。もうクワガタね、掴む条件揃いましたから、あとはこれで頑張ることを。初期ゲームストはエクスタシーチャンスで決定。はい、これで、せーの、え、よし。いや、でも当たったことが大事よ。生まれてきた、あ、イエーリアク、すごい楽しそうに歌ってる場合じゃなかったですね。ダメだ、山なめちゃダメだ。あーはーん、真ん中。残り30ゲーム。さあ、佐藤名人が、佐藤名人たる遊園を見せつけれるか。むずー、全然弾けてないのに音楽のせいで楽しい。ファイナル、あー、え、どうなってくれる、今間に合っている。うわ、乗せゴー。あ、バッタイバッタイかけて、はい、上乗せかけて、チャンス、楽しい、来い、うわー、はい、20、ちょっとお願いします。あー、ただ楽しいな。もう何もついていないのであれですけれども、まあ、ああいうところでやれないとって感じなのか。おい、ありえく、え、ベルだ、来た、ベル揃いは強いやつ。上乗せましょう、5で、多分またここに行くのか。でここで頑張るんだ、 OK。
分かってきた。2個。あ、いた。せーの。え、楽しい。すごい楽しい。わ、風吹いてきた。うわ、かっこいい。超。え、あ、めっちゃ乗った。さっきので、まだまだチャンスあるんで頑張ります。いや、楽しい。いきます。ラスト109ゲームで赤しかついてないから、とりあえずチェリーか。はい、引いたね。よっしゃ、ナイス。しかもベルも揃ってるやつ。よし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 。5からのここから。いや、楽しいなこれ。せーせーて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 ー。今回はダメだけれども、はい、次は、あー、チャンス目。よし、あ、一番上まで来ましたね。ずっとずっと不動ナビコイン。やっぱロマンですから。大クワガタもスロットも、あー、お願い、人に答えを求めるなって言った。なんてセリフ。じゃあ右で行くわ。あ、あ、来た。真ん中で行くよ。この時点でもう、くっ、なんで鈍いち外す。やっと。あれ、今ベルで、で黄色だったけど関係ないかな。せーの、いった。5でも大事、5でも大事。ここを伸ばせばいいから、ここを伸ばせばいい。何それ、両の手の間に何がある。ロマンしかないよ。おーおい、飛べる。35。あ、でもここから、よしよし。待って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 。え？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 10かけ10足す5で、ここから。うわ、すごいことになってる。お、超超が気づいた。お、超超超超超。あ、来た。え、八角です。にゃ、うん、にゃ。いや、最高。124ゲーム残ってて、まあ、とチャンス目がついたので。あ、来た。はい、また一回目、二回目、三回目。私は確率を信じてる。グー、今日真ん中でいきますわ。まず、諦めずに。お、あれ、チェリーでもあるし、スイカでもあるやつですよね、これ。これはモロタンじゃない？一番強いやつ。ここで一番強いやつを引く。取り塗るわけないでしょ。4足す5。お願い。頼む。うわー、超ではないけれども。
しょ。まあ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 。真ん中で行くって言ったんだ私は。ラストおい、私怖くないですか、執念が。合体してくれ、頼むよ。外れでもいい、よっしゃ。勝負ではないけれども、両手準備してセット、セット your hand、 よし、ナイス。悪くない悪くない悪くない、まだあるまだある。セットユアハンラスト、ネクストバトル。よし、これで残れば、あー、ないことないんじゃないか。なんか不安だからリアクトが引いてくれ。いやお願い、せーの、うわ、嘘。え、これ、それ、行かない、巻き戻し行かない、行かず。ちょっと待って、頼む。いや、そっちか。いや、ある、いい、あー、ダメか。2回目もする。あれ、継続者、あ、来た、よっしゃ。厳しいか、お願い、ワンちゃん。まあ、いかず。お、接吻。合わせて黒いダイヤを掴もう。よし、黒いダイヤですね。今伸びしろですねみたいな言い方だった。よし、まあしょうがない、しゃなし。あれ、何その画面。よし、予告は楽しい。いやー、これはどっち。あざます。232ゲーム、なんかあー、ありゃよく。さっき追加で引いたあのレア役がなんとかなってくれたりしないのかな。よっしゃ、うわー気持ちいい。3回目、さあ名人の名人と言われるゆえんを見せつけましょう。よし、つけ、よし。このね、このベルはそのベルじゃないんですよ。あ、下パネがピカピカしてたので、だ、あー、よかった、間に合った。よし、ここ決めよう。頼む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 、超超超超、よし、ナイス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 。まだ、手を出せ、
完全にあなたたちその森のマップは 見切ったので、もう観念して両手出してください。もう観念して、観念、観念して、観念うわー来た。今日は真ん中って決めてるんで ってことですよね。レイヤー、レイヤー、おっしゃ。今日の佐藤は引きだけで生きてますね。よし、まさかそのもしかしたらですけど、今まで名人系のテーマでやったことなかったんですよ。名人系だと引きが強くなるのかもしれない。そう、お店系だとちょっと引き弱じゃないですか。名人か、まさかの。まだある。頼む。いや来たね。それは、うわ。頼むって声が届いてますね。頼む。チャンスめ、チャンスめ、よし。掛け算許さないよ。超合体しか許さないよ。よし、超しか許さないよ。250なんていらないもん。これでも少ないから25だな。まだいく、まだいく。あ、よし、ナイス。250は許さないよ。よし、これで50合わせて。あー、つかず。これでいけ。どっちでもないから行くんじゃないかな、これ。 OK、 ナイス。よし、チャンスもらったでしょ。超いい感じ。超合体。よし、ちょっと久しぶりにモーニング娘が出てきましたね。久々に手だけで表現しましたよ、こうやって。
いつもよりいいやつですよね。さっきまで赤じゃなかった。あ、上乗せで確実に蝶合体ってこと。来い、いけ、よし。で45の可能性が高いのか。よっしゃ、いいよ。しかも多いんだゲーム数が。お願い、よし、ナイス。まだある、まだある、まだゲーム数残ってるので押していこう。カットイン入れ、え、組んだ、来たらやってくれるのかな。まだある、まだあるよ、まだある、ゲーム数残ってるよ。あー、終わった。ということで200超えましたね、久々に。よし、でついてくれたのでできるだけ早めに。あ、よいしょ、そういうパターンも。え、これはもう絶対超じゃないとやだ。5波しずと85だったらもう全然超じゃないと許さない、マジで超超超。よっしゃ、ナイスナイス、超リプでもいけるよ。よし、超合体、よし、3つ。おい、あざす、完全にその大クワに近づいてきてるんで、あとはおおいし15、ちょっとですね、名人ちょっとスタミナ切れております。ちょっと待ってください、名人まだクワガタ取れてないんだから失速しないで。あー、名人真ん中で行きます。あー、怖くなってきちゃった。あー、右だと思ってんだ、自分を信じる。ちょっとこれが何か調べさせてください。よかった、これもしかしたらクワガタ捕まえられるかもしれないですよ。セット数上乗せ特化型ゾーン継続5ゲームプラスアルファ、平均ストック数約2個。もうめっちゃ大事じゃん。ちょっとお願い、だって、え、待って待って待って、平均、よしよしよし、よし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 、これで1個大丈夫。うわ、怖っ、これもらったでしょ。あー、スイカは弱い、いけた、よし、なるほど、カットインが出てそれをこれ、あ、いけるじゃん、お尻上当てれるじゃん、絶対に当てれるじゃん。よし、あ、右、あ、ほら、あ、ただ3つ乗った。あ、まだ続いてる、もう1回あれか、次のやつで出てきてそこ失敗したら終わりか。
真ん中でいくわ。ほらああ、ここがレイなんか光ってますね、レインボーに。はい、はいはい、ナイス、はい、ナイス、75でいけ、よっしゃ。あとは何枚出てくれるか、そんな飲んでないと思うので、もしかしたら本当に黒ダイヤ見つけられるかもしれないですね。やっぱ名人たるものを、ね、見つけられないってわけはいかないので、まあ、よくあるじゃないですか、カメラが回るとできない、もしくはカメラのためにもう捕獲しといてさも見つけたような演出をするみたいな、そんなことせずにやっぱやるのが名人ですから。おいおい、いいよ、スイカとベル強いでしょう、これは。よし、本当だ、プラス10。え、そういう、あー、お願い、レア引いてレアレア、もうそういう時に限って、レア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 、タンタカタンタンタンタカタカタカ、嫌な、あー、ちょっと遅かったんじゃない、君出てくるの、さっき出てくれたら。よし、ストックがあるので安心して、よし、おお、気持ちいい、多めでお願い、はい、おお、初めて見た、40、おい、うわ、それじゃ、うわー、これじゃないですか、これですね、神話を超え進むがいい、ちょっと取っときますね、これ。まあ、一言で言うとロマン、ロマン以外何物もないなっていう、まあ、これからもそのロマンを、まあ、追い求めていきたいなって思ってます。ゆるかん上限まであと193枚、これで グラフを見ていただきたいんですけど、珍しくグラフなんか見せちゃって、珍しくグラフなんて見せちゃって、これ多分まあこのグラフだけ見るといい台っぽいので、まあ、私は収録を終わりますけど、後の人がまた出してくれるのを期待してます。 6.5 号機ちょっといい時代が来たんじゃないかなと思ってます。ではオープニングで、ということで、無事オオクワガタ捕獲終了いたしました、まあ、簡単にですね、私佐藤名人の方から、結果を発表させていただければと思います。投資が322、やっぱねその、まあ、低コストでやるっていうのが大事なので、まあ、ここは素晴らしかったと思います。回収が、3831のプラス3509枚です。久しぶりに大勝しましてですね、なんかまずそもそもその2400枚以上の画面が出るっていうのがですね、なんか久しぶりですごい嬉しかったですね。なんか来たな波っていう風に
思いました。ちょっとよくわからないまま出てしまったので、次はですねよく分かった上であんだけ爆出しできたらと思います。設定差があるところとかまだそのね終了画面とか全部全部ですね解析が出てないので、今の今日の台がどうだったかまではちょっとわからないんですけれども、すべてがうまく噛み合ったのではなかろうかなと思います。ということでですね、久しぶりに勝ったのでぜひいいねとコメントよろしくお願いします。皆様はですねクワガタとカブトムシどっちが好きですか、それをぜひですねコメントに書いていけたらと思います。ちょっとじゃあ最後に言いたいだけなんで、きっとですねここにパーン、あなたにとってプロフェッショナルとはっても出ると思うんで、それが出た体で言います。必ず結果を残すこと。